ヘルムート・マルコは2026年までにレッドブルが競争力のある独自のパワーユニットを開発できない場合のプランビーがないと述べました。レッドブルは2024年にホンダエンジンを搭載して最後から2番目のシーズンを迎えますがチームはスポーツから正式に撤退した後もエンジン凍結期間中にパワーユニットの安定供給を維持するように説得しこれに成功しました。研究開発が不要だったためこれは ベッドブルにとって成功した合意でしたが、新しいルールサイクルが始まる2026年までに、ベッドブルパワートレインと呼ばれる独自のエンジンの製造を引き受ける時期が迫っています。ヘルムート・マルコは、新しいエンジンの導入から2年以上経過し、各メーカーが研究開発段階に入っていることを指摘しました。先週、フェラーリが2026年の規則に準拠したエンジンの最初の試験を完了したと報じられ、マルコは、 RBPT 自体の進捗状況についても更新しました。マルコは、競技用途にはまだ遠いですが、計画通り進んでおり、パフォーマンス曲線は正しいですと述べました。ホンダが、アストン・マーティンとの供給契約に署名し、スポーツに復帰している一方で、マルコは、RBPT の場合に、現在のパートナーに供給を要請する緊急計画があるのかどうかについて問われると、いいえ、うまくいかなければなりませんと答えました。 2026年からは、独自のエンジンでレースをします。それまでは、これまでうまく機能してきたホンダから、最高のパフォーマンスを期待しています。ホンダとの契約は大事にしていきたいと思いますと続けました。マックス・フェルスタッペンも、レッドブルは、ロケットになることを願っていると述べ、自身にとって RBPT エンジンが重要であることを示唆しています。コメント、ヘルムート・マルコは、2026年までに、 レッドブルが競争力のある独自のパワーユニットを開発できない場合のプラン B がないと述べたという記事。先日の OE24 の記事がもっとネタの記事のようです。マルコが、ホンダへのエンジン供給を依頼するつもりはないのかと問われ、いいえ、うまくいかなければなりませんと答えたということ。答えになっていないというか、ホンダへの依頼をしないとは言ってません。エンジン開発がうまくいけばしないでしょうが、 依頼があるのかどうかはわからないというのがマルコの本音ではないでしょうかただしその依頼があってもホンダが受けるのかどうかというのもありますしそうなるといろいろ調整もあると思いますが